全国高校サッカー選手権大会最新ニュース。国高校サッカー選手権大会1回戦が各地で開。第101回全国高校サッカー選手権大会1回戦の詩。が29日に各地で開催された点14時10分キックオフの。度としては話し合いが行われた。今シーズンの J。具は、ダゾンフォドコモで。いつでもどこでも簡単主張を総体べ。 トヨンの米子北、鳥取は、松本国際、長野と対戦した。半から押し気味に試合を進めながら中な。ゴールを奪えずにいたが、前半アディショナ。タイムに上原颯太のゴールで先制しており。ス、後半に一時同点に追いつかれるも、中井い。のゴールで勝ち越してに、1で勝利点2回戦進出を。メタ。12年ぶりの選手権出場となる国見長崎は、 海、北海道と対戦した国見は37分ペナルティリア右のライン際をえぐって折り返すと中でトネ・ユーリが押し込んで先制しかし後半は海が押し込み67分に桜庭平が見事な個人利ラ同点弾を決めた試合は11で前後半が終わ PK 戦に突入この PK 戦でも互いに譲らなかったが7 目で決着、国見が1回戦を突破した、14時10分キック。府で行われた1回戦7試合の結果は以下の通り。島学園に一竜谷羽黒に三四国学院大香川西森岡。二、一帝京後北海市、一、PK5、6、国見松本国際市、二与那北西。学園に霊王板丸岡市、一、PK6、5、高知、全試合日程会場。 結果放送予定一覧第101回全国高校サッカー。試験大会決勝トーナメント表第101回全国高校。カー選手権大会出場校一覧第101回全国高校。カー選手権大会両関連記事。